ユーシャンベルジアは、古生代ペルム紀後期末の約2億5500万年前に生息していた、タンユミ類の絶滅した属。タンユミツナ十ユミ目十四類テロケファルスアモク、ユーシャンベルジア科に属する。この生物は、テロケファルス類のみならず、哺乳類を含んだタンユミ類全体から見ても得意な形態を持っていた。その頭骨の眼下の前には、 眼下以上の大きさのくぼみが存在し、その下端は発達した剣士に向かって開いている。そして、剣士には縦に何畳もの畝が走っていた。こういった特徴は、海蛇などの毒画と共通するものであった。つまり、眼下前のくぼみは毒占であり、剣士を伝って毒が相手に流れ込むようになっているのである。このことから、ミラバリスという種称名が与えられている。こういった、 毒性を持つ生物は、炭ミ類の歴史上、炭鉱類のカモノハシや、ソレノドン、一部のトガリネズミなどに限られる。なお毒性を持つブラリナトガリネズミにおいて、本種が他のトガリネズミよりも、脊椎動物を積極的に捕食していることを考えると、ユーシャンベルジアにも同様の習性があったのだろう。南アフリカ、カルーボンチから化石が出土。ありがとうございます。